日本書紀に基づく関係経図、桂木卒彦は、危機等に伝わる古代日本の人物。竹内スクの子で、桂木の死及びその同族の祖とされるほか、理中天皇、藩税天皇、陰陽天皇の祖祖父である。大朝鮮外交で活躍したとされる伝説上の人物であるが、くだらきの類似名称の記載から、モデル人物の強い実在性が指摘される。名称は、 日本初期では、カツラギソツヒコ、古事記では、カツラギ長公総飛子や、カツラギの総飛子と表記される。ソツヒコのモデル人物は、実在を仮定すれば4世紀末から5世紀前半頃の人物と推測されるが、その頃にし、カバネは未成立であるため、カツラギというウジナのような干渉は、危機変算時の姿勢制度の知識に基づいて付されたものになる。多文献では、 卒彦が、日頭日西にしえ、筆日西にしえ、日西へとも表記されるほか、旧字絵町一文では、葛城のながら卒彦すくねと表記される。また、日本書紀書院の、くだらきに、神後年の人物として見える、幸彦は、通説では卒彦に否定される。竹内すくね関係系図表記は、日本書紀を第一とし、古事記を併記。系譜に関して、日本書紀に記載はない。 古事記、高原天皇団では、竹内宿禰の子な男二女のうちの代役子として、記載されている。危機に母に関する記載はないが、旧自衛長一文では荒れたびこの女のくず姫とする。また、新先生史録では、右京皇別玉子や尊上等においていずれも、竹内宿禰の子とされている。このうち、娘の岩の姫の命は、仁徳天皇皇后となり、理中天皇。 半税天皇、陰陽天皇を生んでいる。また、日本初期では、卒彦の子、または孫に、玉田宿根を、古時記では子に、足田の宿根を挙げる。なお、竹内宿根の系譜に関しては、竹内宿根が、後世に創出された人物と見られることや、東海山古墳出土鉄拳によれば人物称号は、彦宿根分けと変遷するべきで、卒彦の位置が不自然であることから、 原慶府では卒彦が竹内宿禰の位置にあったとする説がある。日本書紀では神宮古豪、王神天皇、仁徳天皇にわたって卒彦の辞席が記されている。古事記では辞席に関する記載はない。万葉集では卒彦に関連する次の一種が見える。内容は、桂木野の卒彦が使う荒木の号泣のように私を妻として、 頼りにしておいでなので、それで、私の名を口に出されたのでしょうという意味になり、恋人の名は二人の関係が公式に認められるまでは、互いに公害しないという日本の古代社会の慣習の中で、男を確実に獲得した、誇らしげな女の歌と解される。室宮山古墳墓の所在は不詳。奈良県南西部のカツの地方では、卒彦と関連が推測される古墳として、 室宮山古墳がある。銅古墳は、葛城の地方最大規模の前方公園墳で、5世紀初頭頃の築造と推定される。出土品のうちでは、かやさんの船形投出時が、危機の卒彦伝承と対応するものとして注目される。銅古墳では、竹内すくねの墓とする伝承も古くよりあったが、近年では築造時期から卒彦の墓と推定する、有力視されている。 ただし、危機における、卒彦の人物像のモデル人物は、複数存在する、可能性があるため、同古墳の被装者と一対一に対応するものではない。古事記では、玉守神、敵神、幾重の神、あげな神らの祖とする。神先生史録では、次の氏族が後衛として記載されている。また、仙台旧字本里、国蔵本里保国像上では、卒彦命を、 行江の神の祖とする。仙台旧字本里国造本里には、次の国の宮津子が公営として記載されている。古事記では、葛城長江総飛子の名で見えるほか、旧字絵町一文では大和国葛城県ながら里に、重したので、葛城のながら卒彦宿根と名付けたとあり、葛城の地方のながら地域との深い関係が指摘される。また、卒彦の子孫のうち、 忍徳皇后の岩の姫の命が、理中、藩勢、陰居を生んだと見えるほか、卒彦男子の足田のすくねの娘の黒姫も、理中の日となった、見えており、古世紀代における、天皇家外籍としての葛城の勢力の繁栄が、推測されている。日本書紀では卒彦に関する、数々の朝鮮外交伝承が記されているが、くだらき書斎の、幸彦の記載の存在から、 実在モデル人物をもとに、卒彦伝承が構築されたとする説が有力視されている。一方、卒彦という人物の実在性には、慎重な立場から、あくまでもカツ勢力により創出された伝承上の人物に過ぎないとする説や、朝鮮に派遣されたカツの地方市長層の軍事的活動をもとに、人物像が構築されたとする説もある。 幸彦に関するカテゴリー、ありがとうございます。